こんにちは、かっちゃんです。ギャンキーということで、今日は私ギャンキーっていうドラッグストアによく買い物に行ってて、この間業務スーパーの購入品紹介の時に皆さんに質問したら、コメント欄にぜひ購入品紹介してくださいってコメントをいただいたので、今日早速行ってきたので、ギャンキーに週2で行く超ヘビーユーザーのギャンキー購入品を紹介していきたいと思います。それでは早速購入品紹介していきましょう。パンテーントリートメント、ポテトチップス薄塩味、ビーフジャーキー、贅沢絞りパイナップル、ピンクグレープフルーツサワー、ほろ酔いグレフルソルティ、シンシン山クラゲ、玉ねぎ3個入り、きゅうり3本入り、トマト、巻き場物語1リットル、焼きそば2袋、つぶつぶたらこ 70g 入り、木綿豆腐、国産豚肉細切れ、いなり寿司8個入り、明太マヨネーズおにぎり。はい、ではこちらが冷蔵品の紹介になるんですけど、焼きそばはほんと安いので毎回ギャンキーさんで買ってます。今回お肉は豚肉を買ってきたんですけど、国産のものだとちょっと高いんですけど、カナダ産とかだともっと安いです。鶏肉もすごく安いので、私は胸肉の動画を出すときはだいたいギャンキーさんで胸肉を買って動画を出すようにしてます。冷凍オクラスライス 160g 入り、冷凍たこ焼き16個入り、冷凍鶏ごぼうご飯 400g、 冷凍むきエビ 160g、 冷凍レンコンひき肉はさみ揚げ、冷凍黒豚一口とんかつ、特デカチョコバー、バンボソーダ。ではこんな感じで、ちょっと全部机に乗り切らなかったんですけど、だいたい今回4000円分ほど、明日明後日もお買い物ね行かなくていいくらいにしっかり買い物してきました。では今日は買ってきたむきエビとたらこ、あと私これすごいよく買うんですけど、冷凍のオクラのスライスを使って簡単エビ明太パスタを作っていこうかなと思います。はい、ではまず解凍したむきエビ 60g の背側に先の尖ったものを刺して、背わたを取ったら水できれいに洗い流し、ラップをして600ワットの電子レンジで1分加熱し、エビに火が通ったら少し水気が出ているので水気を切ったら、ここに凍った状態のオクラを 60g 加えて、エビのね余熱で結構オクラが溶けてくるので、この状態で少しね解凍されるまで置いておいてください。もしなかなか溶けない場合、少しねレンジで加熱してオクラ解凍してから使ってください。豆腐深めの耐熱容器に乾燥パスタ 80g と浸る程度の水、塩一つまみを加え、600ワットの電子レンジで規定の茹で時間プラス3分加熱します。ではパスタを加熱し終えたら、パスタの水気を切りながらオクラとエビを入れておいたボウルに加えて、たらこ 30g の身を取り出してボウルに加え、ごま油大さじ1を加え、全体を混ぜ合わせていきます。少し麺がくっつく場合は軽く水を入れてあげてください。では最後、だしの素を小さじ1/2ほど加えて味を整えていきます。はい、では味を整えて全体混ぜたら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。結構カットのオクラ入れてるので、ネバトロ系のパスタになります。ではお皿に盛り付けたら、最後全体にいりごまを散らしていきます。 OK。 はい、ではこんな感じでドラッグストアギャンキー購入品紹介と、購入品で作るエビ明太オクラパスタの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はギャンキーの購入品紹介と、購入品を使ったエビ明太オクラパスタを作ってみました。それでは本日は贅沢絞りパイナップルで乾杯。
乾杯。くー、パイナポー。じゃあ早速いただきましょう。前回の業務スーパーの動画のコメントにもたくさんのコメントありがとうございました。まあ、私ほんとこう週2回で買い物行くくらいめちゃくちゃヘビーユーザーなんですけど、まあ、よく購入するものとか、まあ、今回はねこのエビ明太パスタを作ってみました。でね、元気さんめっちゃお酒売ってて、この贅沢絞りシリーズこれめっちゃ美味しいんですよ。箱買いしたいくらい。このパインがね特におすすめですね。ちょっとこうパスタ以外にもねなんやかんやいろいろ作ったので食べていきましょう。じゃあまずこのパスタからいただきます。じゃあもうこのまま箸でいただきます。うめんたい、あ、おいしい。うん、ドラッグストアと言いながらも薬はもちろん日用品とかも売ってるんですけど、すごいね冷凍食品豊富で、こういうカットの野菜も売ってるんですけど、私すごいオクラが好きでスライスしてあるオクラ毎回買ってるんですけど、カットしてあるのでほんとちょっと火通せばすぐ使えて、こうやってパスタとか、私夏場そうめんなんかにもよく使ってたんですけど、和えるだけですごくね簡単に使えて美味しく食べれます。他にも冷凍のエビとか魚介系とか、冷蔵コーナーには生肉も売ってますし、ほんとなんかもうスーパーじゃないってくらいめちゃめちゃ品揃えが良くって、このエビも割にこういっぱい入って安価に買えるんですけど、すごくね身が大きくてプリッとした美味しいエビになってます。ドラッグストア一つで買い物済んじゃって、このパスタもね混ぜるだけですごく美味しく簡単に作れます。じゃあね、野菜も売ってて、これはねごま油と明太子とだしの素をあえて、きゅうりとかねトマトをこうざく切りにしてもう混ぜただけです。ほんとそれだけのおつまみって感じですね。うん、で野菜も売ってて、まあ、大体必要そうな野菜、玉ねぎとかじゃがいもとか人参とか、そういう野菜をしっかり置いてて、かつね結構値段も安くて物がいいので、ほんと品揃いよくいろんなね野菜が売ってます。じゃあちょっとこういろいろ食べて申し訳ないんですけどね、いなりも食べましょう。うん、このいなりも毎回行くと買うんですけど、味はねめっちゃチープです。ほんと揚げとご飯みたいななんですけど、なんかすごく素朴な感じ、シンプルで美味しくって、ご飯物も、まあ、お弁当は買ったことがないんですけど、お弁当も売ってますし、おにぎりも売ってますし、なんか近所のおじいちゃんとかこのいなりをね手に持ってこうよくレジに並んでるっていうね、なんか田舎っぽいあるあるなんですけど、ほんとすごいね、いなりも200円でこれ絶対買うんで、かなりおすすめの商品になってます。じゃあいろいろ食べてあれなんですけど、最後この冷凍のたこ焼きいきましょう。いきます。うん、このたこ焼きがね本当に美味しい。うん、私元気でよく買うのが一番このお酒かな。これ買って次は胸肉ですね、鶏の胸肉で、もうその次くらい、もうこれをめちゃくちゃおすすめしたいんですけど、元気のたこ焼き本当美味しいです。ほんとチンするだけで中めちゃくちゃトロトロで、量も16個くらい入ってて200円っていうすごい安価な値段なんですけど、ほんと味がいいので、もううち必ず冷凍庫にストックしとくんですけど、ほんとこれ元気いった人めちゃくちゃおすすめなんで、よかったら食べてみてください。全然回し物でもなんでもないので、よかったら食べてみてください。いや、このたこ焼きはほんとね、出会った時衝撃あった。もうこれ毎日これでいいくらい本当に美味しいもん。はい、ということで今日は元気購入品紹介と購入品を使ったエビ明太オクラパスタを作ってみた動画でした。私ほんと週2でくらい元気さんをよく利用してるんですけど、野菜もお肉もお値打ちで、他にも冷食とか冷蔵の食品とかお酒もね取り扱ってるので、ほんとドラッグストアに行くだけで買い物済んじゃうような、すごくねおすすめのお店かなと思います。食品以外に日用品とか、まあ、お薬とかもすごい置いてますし、今回紹介したほんとオクラとかね、この冷凍たこ焼きとかいなりとか、どれもすごく美味しいので、ぜひ地元に元気さんがある方立ち寄ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、元気炭水化物祭りやん。